も物、金をテキサスへ CCIM のルークです。なぜか日本のメディアではほとんど報道されていませんがアメリカ、特に私がいるここテキサス州で日々新聞を賑わしている話題は国境問題です。発端はバイデン大統領が就任以来 不法入国者の数が分かっているだけで1,100万人を超えこのうち170万人以上が逃亡者でありその大半が軍人上がりという事態が起こっているからです。2021年テキサス州のグレック・アボット知事はローンスター計画 ローンスターというのはテキサスというのはもともと別の国テキサス共和国これはメキシコから独立したんですけどもそれが合衆国に加盟したということでアメリカの正常期の一つの星をとってですねローンスターというあだ名が付いているんですけどもそのローンスター計画で国境の壁 建設やコンテナを並べたりあるいはリオグランデ川これ国境の川ですけれどもここに約30マイルのレザーワイヤーカミソリ有刺鉄線をですね張り巡らしたりいろいろ障害物を置いたりしているわけですけれどもこの国境の障壁を今どんどん増やして不法移民の 侵入を阻止するということを行っていましたその結果過去3年間で49万6千件以上の不合移民摘発が行われ38,500人以上を逮捕して大量の合成麻薬フェンタニルの応酬をしてきましたすごい成果を上げているわけですね 2022年以降アボット知事は不法移民を、えーまあ、本人たちの同意の上で正規都市正規都市というのはこういった不法移民を受け入れている積極的に受け入れている都市なんですけどもここに10万人の不法移民をバスで移送しています。ニューヨーヨクだけでも3万、 7000人を送り込んででいいるととうことですそして州の権限で不法移民を拘束できる法案にアポットは署名して例えばですね何が問題かというと南米コロンビアと中米のパナマ国境に広がっているダリエン地境というのがありましてここは犯罪者集団が潜伏しているところなんですね。 殺人や強盗、性暴力など、凶悪犯罪の温床となっており、彼らがアメリカに紛れ込んで、誘拐や人身売買、麻薬などで稼いでいるという実態があるからです。こうした流れの中、不法移民に対する人道主義の観点から、 アメリカの国土安全保障省はこのレーザーワイヤーを切断してきました国境はテキサス州兵が守っているわけですけどもこれに対して去年の10月テキサス州のケン・パクストン司法長官が裁判を起こしたわけですよねまあ一審で負け二審では勝ったわけですけども1月23日の 最高裁で五対四という僅差で、えー、テキサスの言い分は敗訴しました。一月二十六日にバイデン、あ、ごめんなさい、トランプ前大統領はですね、共和党の知事に呼びかけて、テキサス州と協力するようにしました。まあ、その結果、全米二十五州もの知事がこれに賛同したわけです。 バイデン政権はテキサス州兵を連邦政府の下に置こうとしていますそういう脅しをかけているわけですけども他の共和党の知事の州からは続々と州兵や警察をテキサスに送るという申し出が出てきていますそれのみならずアメリカ市民の安全を守ろうとするテキサスを まあ手助けしようということで全米各地から志願兵が国境に集結しており近年主要国のそういったデモで過活な存在となっている大型トラックも国境付近へ集まってきていますそもそも合衆国憲法第四条第四節では 連邦政府は各州を侵略から守ることが義務付けられています今アメリカの国境では武器を持たない世界のテロ関連地域から危険人物がどんどんと特に若い人たちがアメリカに侵入している状態ですなぜバイデンはこんなことを許しているかというとですね、もともと 民主党はこういった不法移民実際今推定されている数字の倍2,200万人以上いると言われていますけれどもこういった不法移民に選挙権を与えて民主党に投票するように促し民主党はこれからずっとですねあの独占してこう政治そして 議会、裁判所の、えー、判事、まあこういったものをまあ民主党でこう締めていこうという、まあ、そういった思惑クあるからです。まあ、こういったグローバリストたちの思惑に対抗するのが我らがトランプです。トランプ何としてでも政権をダッシュしてほしいです。以上テキサスのルークでした。チャンネル登録。 よろしくお願いします。